リボンチャンネル。両思いになりたいなら怖がってちゃダメだ。あ、うん、わかった。今日、うん、夜に待ってる。あ、好き。うん、よし、今夜一条の気持ちを聞くんだ。マジで一条くんにもう一度告るの？しかも電話で。一条くんなんて答えるんだろう。キャー。とりあえず小春子ちゃん、これ LINE で同盟グループ作ったから何かあったら連絡して。おお、ありがとう。ん、泉、スマホを買ったのか。え、うん。あ、秋葉も連絡先教えて。ふっ、フォルダにある一条の写真全部送ってほしいんだ。お願い。あ、はい、これ私の番号、よろしくね。よし、台本できた。これなら焦らず聞けるはず。じゃあ深呼吸して落ち着いてから電話。え、なんで？キャー！私からかけるって言ったじゃん！ちょっと待って、今ボサボサ、部屋汚い！は、はい。もしもし。あ、なんかいつもと声違う。もしもし、泉です。知ってるよ。今何してたの？え、別に何も。暇かよ。一条は何してたの？え、俺、秋葉だけど。はぁ、あ、なんで電話かけてくんの？お前が番号教えたんだろ。え、つうか、なんで一条と間違え。うん、はい、おやすみ。もう、すごく時間ロスしちゃったじゃん、秋葉のバカ。早く一条に。はい、9時になったからスマホ没収。じゃ、歯磨いて寝なさいね。待って、お母さん、あと5分。おやすみ。はぁ、嘘。一条に電話できなかった。おはよう。おはよう一条。ごめん、昨日のことなんだけど。はい。最後まで動画を見てくれてありがとう。ポシュ、チャンネル登録よろしく。ポシュ、グッドボタンやコメントも待ってる。ポシュ、これは毎日見るしかない。ポシュ、次の動画も見てねー。